こんにちは、ダイスです。今回は1月28日もうすぐ発売になるポケモンレジェンズアルセウスの新ポケについてお話ししていこうかなと思います。まあ、今のところ御三家のポケモンと、あとは翡翠リージョンフォームとか、ここの翡翠地方にしかいないよっていうポケモン系がね、公式情報としてはピックアップされているので、そちらについてお話をしていこうと思います。はい、もうすでに決めたっていう方もいるんじゃないかと思いますが、旅の最初に選ぶ相棒、皆さん決めましたでしょうか。レジェンズアルセウスでは新しく御三家が登場するというわけではなく、今までのねポケモンゲームの中で取り上げられていた御三家の中からピックアップの3匹が出てきているという感じの印象でございます。いやー、もうね、どうしようかめちゃくちゃ迷ってますね。未だに迷ってます。もうね、決めたよっていう方はぜひ、よかったらになるんですけど、コメントで教えていただけると嬉しいです。みんなどうするんだろう。めっちゃ悩みますよね、御三家。木狼、日の嵐、みじゅまるが今作の御三家です。私、木狼とはサンムーンとウルトラサンムーンでどっちも選んで御三家にしてたので付き合いが長いんですよね逆に日の嵐とかみじゅまるは一緒にね出かけたこともないし、御三家として出てくる地方のゲームをね遊んだことがなかったから、すごく気になってはいるんですけど、マジで迷いますね、どうしようはい、ということでね、まずはねポケモンのゲームといえば、冒険の最初に選ぶ相棒である御三家からお話ししていこうかなと思います。レジェンズアルセウスの世界の御三家は日の嵐、木狼、みじゅまる、この3体です。1体目、木狼は草飛行タイプの御三家です。今までと変わらない進化だったら、最終進化のジュナイパーは草ゴーストタイプになるポケモンです。影食いとかね持ってて、私はかなり使いやすかったなっていう印象の御三家ですね。続いて日の嵐です。今までと変わらない進化だったら、最終進化までずっと炎単タイプのポケモンになります。背中のね炎をこう燃え上がらせながら身を守るっていうタイプのポケモンで、上都地方からやってきたポケモンです。炎単タイプのポケモンってあまりいないと思うので、今作もしかしたらタイプ追加あるんじゃないかって言われてたりもしてますよね。最後、水タイプはみじゅまる。最終進化の大剣気まで全て水タイプのポケモンっていうことで、今までの最終進化は来てましたが、どうなるんですかね。ジュナイパーだけ2つタイプが入ってるので、なんか追加ありそうな気はするんですけど、いや、始まってみないとなんともですね。一番可愛いと思うでもめちゃくちゃ迷ってます。はい、以上がレジェンズアルセウスの御三家でございます。本当にね、木狼だけ草飛行タイプなので、他のね2体が炎タイプ単体と水タイプ単体って多分ないと思うんですよね。追加ありそうな気がするんだけどな。はたまた全く今までとは違うタイプを最終進化に入れてくるとか、なんかありそうな気はしますよね初めての御三家のリージョンフォームとかありそうな気はします、なんとなくですが。こんな感じで御三家、私の場合はねまだ決まってないんですけど、発売まであともうちょっとっていうことで、ギリギリまで悩んどこうと思います。はい、続いて翡翠地方リージョンフォームっていうお話をちょっとしたんですけど、翡翠地方にしか存在しないリージョンフォームのポケモンも今作結構ね出てきてましたよね。今回の動画では新たに登場するポケモンについてまとめていこうと思うので、今までのねシリーズでも出てた、内定してるポケモンたちについてはまた今後動画でまとめようかなと思います。とりあえずなんですけど、新しく発見されたポケモンたち見ていきましょう。なんといっても今作だと特別なライドできるポケモンたち出てきますよね。このポケモンはアヤシシです。
怪獅子は翡翠地方の脅獅子が進化した姿になります。古くからこの地位の人たちにとっては欠かせないポケモンであったそうです。すごいですよね。このね、なんか抜け毛を集めて防寒具とかもね作ってたらしいです。そして次、偉大島。偉大島に関してもポケモンライドできるポケモンです。翡翠地方のバスラオが進化した姿っていうことなんですけど、映像だとねこのピンクの偉大島しか出てなかったので、もしかしたら翡翠地方には赤筋のバスラオしかいないのかもしれないですよね。で、他にもいろいろいるんですが、まずはウォーグル、翡翠の姿です。リージョンフォームの姿なんですが、このウォーグルもライドポケモンとして空をね飛んでくれる子になります。ゴワシボンもどうなってるのかちょっとわかんないんですけど、ワシボンから進化したウォーグルはこんな感じらしい。かわいいよね。そしてガーディーです。翡翠のガーディー、ちょっと狛犬みたいでめっちゃ可愛いなと思います。今までのね姿と違いますよね。すごく可愛い炎岩タイプになってます。そして新しく追加で出てくるのは、今までのリージョンフォームだけではなくちょっと違ったポケモンたちもいるんですよね。そのあたりの話をここからはしていこうと思います。続いてバサギリです。バサギリは翡翠地方のストライクが翡翠の特殊な鉱石が働いて進化した姿と言われています。今画像が出てるのが森キングのバサギリ。キング以外の個体がいないのかはちょっとわからないんですけど、金色じゃないバサギリはこんな感じの色をしてます。公式映像でもですね、かなりあの戦闘シーンがすごく面白かったポケモンだなと思います。沈め玉っていうのを使ったりとかっていうやり方自体が、今までね発表されていた野生のポケモンを捕まえるっていうところからちょっと外れてるんですよね。なんであのボス戦的な立ち位置にあるのかなと思います。まあ、こんな感じの新しいポケモンです。そして次、広大なフィールドの中には雪原、雪深いところも存在しています。リージョンフォームの翡翠地方の姿としてゾロアめちゃくちゃ可愛いんですよね。今まで発見されてたゾロアもすごい可愛いんですけど、翡翠のゾロアはめっちゃ可愛いので、もう発見したら旅ポケに入れようと思ってます。はい。ちなみにノーマルゴーストタイプです。面白いですよね。ノーマルタイプとゴーストタイプの合わせてあるタイプのポケモンですね。ゾロアークもねかっこいいですよね。すごい欲しい、早く見つけたい。そしてリージョンフォームビリリダマ、翡翠の姿です。モンスターボールにねすごく似ているポケモンではあるんですけど、翡翠地方のモンスターボールにそっくりなビリリダマも出てます。で、今作ねポケモンサイズがいろいろあるんですよね。もうちっちゃいのから大きいのまでっていうサイズがね結構いろいろあるんで、これも全部探したいです。という感じで、新たに、まあ、翡翠地方で見つかっているリージョンフォームの姿は全部で5体で、プラスで新しい進化先っていうことで怪獅子とか偉大島とかバサギリをご紹介しました。それ以外にもねいろんなポケモンが出てくるゲームではあるんですけど、一番気になるのはやっぱりアルセウス出てくるのかなっていうところですよね。私もすごく気になってます。はい。もうすぐ発売ではあるんですけど、まだもしかしたらね新しい情報が出てくるかもしれないので、そちらもチェックしながら発売まで待ってようと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!